砂岩層の底面に見られる低根。混濁流に伴う流れにより、小石が直線上に海底を削りながら堆積したと推察される。写真中央より、下部の剥離した岩方や岩海類は泥岩。低根とは、主に砂岩層の底面に見られる堆積構造の一種。泥などの堆積物の表面に作られた溝の上に砂の粒子が堆積し、 固結した後に、砂岩層の底につく模様のこと。ソウラコンとも。海底の底ではなく炭層の底を指すが、海底に見られる何らかの痕跡を、低根と呼ぶこともあり、その命名者などが大勢いることから、ソウルマークと証拠する場合が多い。水流の他何らかに削られた跡を、サクコンといい、運搬された粒子の他何らかのものによる跡を、モノコンという。 なお、水流により、海底に直接刻まれた模様は、レンコンと言い,い、紛らわしい時は、リップルマークと呼ぶ。砂泥5層からなる、砂岩層の過程によく認められ、大陸斜面のような海底の斜面直下における、混濁流による、堆積物、いわゆるタービダイトによって形成されると顕著な、特徴が現れる。混濁流による粒子の人口は、休暇作用により、 下方ほど荒粒、髪型ほど細流になる。したがって、凝固していない泥の装着上に砂等が堆積するため、元の地形環境が明瞭に保存され、比較的硬質な砂岩層にプリントされた跡が残る、ことになる。低根は成因によって、次の三種に大別される。フルートキャスト群が露出する。古流向きは左上。砂岩層の底に、 トレースされた凹凸を逆に考え、泥の層につけられた痕跡として解析する。ここでいうコ根は流れに関係してできた小さなマーキングの総称を指す。マークはキャストとも証拠する。他にも形状による多種の形態が確立している。コ根は石灰岩層やチャート層の底面に見られることもある。チャートは粒子が小さくかつ硬質なため細部まで。 元地形がトレースされ、固血までの保存状態が良いと比較的良いな、地形判読が可能となる。ありがとうございます。